あれ、カメラ出ねえよ。ちょっとカメラ出ねえよ。脱線すらカメラが出ねえわ。ダメだ。ってことで、このままやる。ゆいがの発電構想を始めます。どうも、すいません。起動順番間違えててカメラ出ねえから。このままやらせてもらう。すいませんね。ってことで、ゆいがの発電構想です。どうも。はい、戻ってきました。はい、ってことで、たぬき枠にしましたんで、この枠ね。はい。あ、出なくていい。すいませんね。申し訳ない。知るか、歯抜けが。てめえのつらいだね。あ、そうです。すいませんね。びっくりして。何もなくて、何もなくてよかったら何もないですよ。あ、ともきもいらっしゃいね。顔ないと抜けない。おかしいだろ。出直してこい。いいだろ。すいませんね。申し訳ない。便便いらっしゃい。はい。コナンコーヒーもいらっしゃい。閲覧稼ぎ？閲覧稼いでもしょうがないでしょ。開けたで今払ってきた。1万円分振り込まれたので、とりあえず、ゆうちょ銀行から、LINEPay に移して、LINEPay から支払いをしてきた。気を取られちゃい。多分明日、携帯復活なので、月曜日かな、換金。気を取られちゃい。月曜日。滑舌？まあ、歯が悪いから、歯が悪いからちょっとね、勘弁してください。キリンラがいらっしゃい。なんで番になった？後ろの AV 画像みたいなのが映った。タナキンいらっしゃい。19、19、ダメね。リスナーさんだっけ。なんで番になった？AV の宣伝、ラボホテルで AV の宣伝みたいなのが後ろに映ってしまって、で、バンズ。もう女の人の外国人かなんかわかんないけど、乳首とかもろ見えちゃって、あそこももろ見えちゃって、バン。伸びすぎたの、伸びていらっしゃい。そう、映り込みバンズね。そうそうそう。すいませんね。バン開けすぐ、じゃあ換金ができなくて。換金が。換金ができなくて、で、今、携帯電話の料金を払ってきたから、そうそうそう。ピロいらっしゃい。何年配信ってんだよ、バンになった理由がバン抜け。本当だな、毎回こんな理由でバンだよ、俺。僕は閲覧しとけたのに、そんなの映ってもバン。通報がないからってことでしょ。本当に。まあ、失敗したね。あ、待った待った。ご利用回線サービス再開。ああ、待って待って待った。携帯電話再開した。再開した。携帯電話ちょっと再開したから、ちょっと、換金させて、換金。換金させてくれ。どうしようかな。25万ポイントでいいか。100、1000、万、10万、25万ポイント。25万5000ポイントでしょうか。キリがいいから。SMS で受け取る。あれ？ SMS 来ねえんだけど。あ、来た来た来た。よし。申請する。 OK。 んで、来たよ、決まったー、あざっさー。どうやって行くの、これ。ちょ待って、みんな。ちょ待って。金がないんだよ。
多分これで合ってると思うんだけどな。え？ちょ待って。え？え、マジで？やばい！これかな？ペックスの、じゃあペックスのパスワードが、ID とパスワードがわからん。登録した。これじゃないっけな。え、違うの？もう勝手にやって。やばいんだけど。あ、でもこれか。このメールアドレスだな。これだな。ああ、これだ。なるほどね。ここで、これいいだろ。うん、ちょ、待って待って。いけ！やったー！いったいったいったー！やったー！ダーサババババーバーバーブーブー。あぶねえ、いったよ。声が演技してないよ。よかった。携帯電話で SMS 認証。で、ショートメールが来るはずなんだけどな。あ、来た来た来た。認証番号が。動いちゃってな。よし。よし。ちょ待ってね。こっからだから、これ口座番号間違えたらアウティだからね。無駄遣いしないしないしない。ちょ待って、口座番号間違ってたらアウトだから。よし、オッケー。で、25万。25万4000円。あ、そっか。これ10万ずつしか換金できねえんだ。ペックスとしては。忘れてた。25万一気に換金できねえんだ。さっき葉っぱ忘れたクズ。よし、これでいいや。まずは。ペンギンやれ？やらないよ。よし、これで2個。
仕送り手際悪い、すいませんね。5万円、一十百、一十百千万、5万2千円。残りポイントいくつあるの？5万4千円。今日はお寿司か。いや、これ入ってくるのが、だいぶ経ってからだ。だいぶ経ってから。多分、これあと月曜日なんだよね、月曜日。もう銀行が終わってんじゃん、今の時間帯。月曜日だな。538000、これいいか。あと6000ポイント余ってるな。6000ポイントって600円だっけ？これいいのか。5万4400円。換金。よし、できた、できた、できた。今日って1時間ぐらいだから、もう多分銀行が終わっちゃってるから入ってこないと思う。どうした、どうした。トランキーロ、焦るな。パチンよかった、ありがとうございます。もう需要ないから引退してくれ。そしたらもう俺の放送見ないってこと。今年貯金覚える、貯金覚える、貯金する。引退？じゃあそのことについて話すか。香川とね、ボクシングで格闘技の試合、引退しないですよ、俺は。しないです。はっといらっしゃい。するつもりがないです。まず、はっきり言っとくけど。するつもりがないし、勝手に言っててくれ。はい、これもやります。試合やってないもんだって、まず。試合やってないからな。まあ、負けてない。負けてない。素人同士やっても面白くない？お前がやるって言った。最初は香川が、なんか俺をリングで倒したいって言ってたんだけどな。最初はな。まあいいやろ。ということで、別にね、ふわっちやめないですよ。お前からだ。おいお茶はね、聞いてないんだよ。10月の終わりの始ま、えー、終わりが始まりなんだよ。おいお茶くそういう嘘をつかないようにね。ありがとうね。こんゆうちゃまさん、ありがとうございます。お松さんのところから、ありがとうございます。トライいらっしゃいね。まあ、焦らない、焦らない。相手も飛ばなきゃ泣きながら、まあ、ぼちぼちやっていきますよ。まあ、いいじゃねえか。やめるかやめないかは、僕次第っす。まあ、俺を辞めさせることはできないからな、誰も。まあ、そんなもんよ。まあ、ヘイト活もろうが何しよういいのよ、僕は。まあ、これぐらいでギャーギャーギャーギャまあ、言うぐらいじゃな。まあ、このね、香川のね、対決の話はね、まあ少し言われるんじゃないかなぐらいしか思ってなかったんで、なんとも思ってない。すまんな。
そのことについては、叩かれても、たぬききつね枠しか叩けないでしょ。通常枠だな。カオリングいらっしゃい。ブロック入れるだけだから。ルイスいらっしゃい。いや、被害者でも何でもないよ。